うっす、みなさん、ザ・グッズナイトです。超久しぶりと、めっちゃ久しぶりスタイルのザ・グッズナイト。ほんとザ・グッズナイトのお父さんの使ったの海兵隊の軍服みたいのを感じる。今日は今日はチェストリグの理由から、このフィールドジャケットがよく使えないといけない。コンバットシャットはチェストリグとあれ似てない。チェストリグのいろいろ目的あるから、大体そのレインジのトレーニングとか、一番ちょっと昔のスタイル、リコーネセンスみたいな感じで、よくスコープで持ってる、長いライフルでちょっと狙撃兵とかいろいろ確認と、エネミームーブメントスポッティタイムナウみたいな感じで無線機で、そのなんか森の使ってるの方で一番かっこいいさ。でも鎧がつけてない、鎧はないのは、大体もっとスピードアップ、スタミナアップとか、もっと戦うの作戦じゃなくて、もっと検索確認とか敵のチェックとか、リコーナーセンスのスタイルですよね。じゃあチェストリグは、さっきちょっと前にはレビューがあったけど、それはイーグルインダストリーズのモルティプルパスチェストリグ MPCR、 このカヨティタンのやつ。じゃあ古いのスタイルけど、ちょっとだった。でもこのハンドガンのマガジンパッチにさ、この方でちょっと小さいのシングルスタック1911みたいの小さいのマガジンパッチ、これにもあるけど、ダブルスタックぐらいにできるとか、いろいろ違うのことだと、 P83 のなんだかチェストリグのバトルジャケットでも、この横のよく似てるから、そのデザインもこっちに入れたけど、この LBT1961AR のデザインですけど、じゃあライフル一回外してチェストリグの話しようね。ちょっと先ばかりに英語ばかり長くに作ってたから、これは今日はちょっと日本語のバージョンでちょっと短いけど、もっとハイスピードにできるはずですね。よく壊れたの、特にこのクリップ数は6つがある、1、2、3、4、5、6、その6で全部がバラバラにできると、カバーとか色をやりやすいですよね。マガジンパッチは M4 のスタイル、8個のマガジン、1、2、3、4、5、6、7、8。それとこの前の方はハンドガンのマガジンでも、今回はちゃんとグロックの方でダブルスタックの感じでもできますよね。チェストリグいつもちょっと下に下がってるから、プレートよりベルトがあまり使えないんですけど、ハンドガンはどうしますかを聞いていると、この方で、まあ、どこでも移動できるのをホルスターが、ジェネリックホルスター、それでそのままでハンドガンが必要なれば、このスタイルでもあっちに入れて、ちゃんとハンドガンでも持ち行けますよね。それどこでも行くとか、タタタタタラ、めっちゃ近くに来た、プーのスタイルでもできますよね。それで、バカーなリロードは、リロードのスタイルよく、バカーがリロードできたみたいな感じですよね。それよりもっと正しいの方は、AAP アサシンの方で、これでも、そのままでマガジンできますよね。これのサイズでも、サプライズは持つでも、よく入れるですよね。あまり邪魔しないし。よし、じゃあ抜きまして、こっちにはよくクリップスとマジックテープがよく入ってますよね。これで普通のバンドで、なんとか小さいのタバコとかいろいろの入ってるものをキープするのためですよね。それは大体同じ。これにも、これはクリップスがないけど、ただマジックテープだけで、日光のマガジン1、2、2、ちょっとタイプから2つの手が時々、1つの手はできるけど、ちょっと時間かかるでしょうね。でも森に戦ってるなら、そのハイスピードがあまり必要ないですね。GPS も。GPS はこっちでもできますよね。このエレクトリックテープは、乳首守るの時に、これしないとよくピンチガールになってると、この後ろの背中の方で、こっちのニッテルのやつですね。この同じの H フレームのデザインけど、この二つ、二点でよくしつろいから、中にも入ってるさ。この中には、フィールドジャケットをつけてないと、背中、骨、骨に左にパカーンするから、それで、エレクティックテープもすれば、あまり問題ないになりますよね。横の方で、
さっきのやつはただ森だけがこの方にあるけど、それより無線機パウチ、このめっちゃ深いのでかいサイズのラディオの無線機パウチクリップもできると、その外の方でこの GP パウチ、この GP パウチはジェネラルパープスとか2つがあるので、メディカル、ナイトビジョン、めっちゃ上等バイナキュラーとか食事とかいろいろが入れるから、このエラスティックのやつで昔のスタイルクリップ、ボテンもやつも入ってるけど、それ実際のバラバラのものが出ないのためですよね。でも大きいものが入ったらこれは外してもいいさ。でも外したらあまり問題ない。これいっぱいあるさ。この中にはこの2つの、ケイモリグレネードが大体このちゃんと2つ入れるのサイズですよね。それめっちゃ便利。何でもかんでも入れるさ。このパウチで。その前にはこの小さいの四角みたいなパウチでも、これでバイナキュラでも入れるさ。でもその目的じゃなくて、この反対側にはこれに開けたら、ああ入れてない手榴弾パウチ、それ完璧に手榴弾が入れたら、こっちのスラップでもスプーンが入れるから、これで手榴弾のために入ってる。それタタタタな手榴弾パチンパチンシュプンティンカチンチチククシュッですよね。めっちゃ上等。後ろの方でよくあまり少ないの、こっちにはダンプパウチに入れた、これね、マガジンがもしパチンすると取ったら、たまだ弾が入ってる、こっちに、ああ、残りのマガジンは戻す、戻すなら銃が持ってる、一つの手、ああ、ちょっとだけめんどくさい。そのラッキーで早いにできた、でもそれより、ああ、もう一つやるから、ダンプパウチ、続ける。ダンプパウチが絶対早い。これでラッキーしないと早いじゃないさ。まあよく練習ができるからもっと早くになってるんでしょうね。と大体そんな感じ。この前にはゼッパーの方でちゃんと穴開けるのさ。こっちにスラップがあるから、こっちにスラップ、これを開けたらさっきのホルスターがこんな感じですね。2つのカチカチのマジックテープの上等の何でもかんでものホルスター。もうこっちには LBT1961AR Load Bearing Chest Rig with Zipper London Bridge Trading のスタイル。それこっちの体の方でマジックテープいっぱいある、そのホルスターのためとか、このエラスティックのバンドもよく入ってますよね。そのエラスティックバンド、ペンとかいろいろのチーズ使うのやつが入ってますよね。とそのままで簡単にクローズできるさ。反対の方は本当に大体同じけどあまり変わらないですね。よし、それでアクセス簡単できる。前のは、MCP のやつでも、こっちにもこのメッシュの袋があったけど、それはやっぱり多すぎるから、なしの方でもうちょっと軽くなると使いやすいですよね。ジャストフィット、めっちゃ上等のやつ、つまりですよね。一回外したら、そうそう、こっちで、しつろいやつがまだ、ちょっと新品からめっちゃ大変。このクリップは、なんとかパネルとか、一回でも使えるやつが見たことないけど、めっちゃ便利がきっとこれあるから、前のタイプは、この前のエラスティック、マジックテープで、このサイズアジャストもできるけど、これはもう一回でセットするから、もうそんなに壊るが必要ないかもしれない。ですよね。と、レビューは大体その全部、ダンプパウチとか。そうだね。無線機のパウチ、こっちにも2つがあるから、そのスーパーオペレーターでもできるので、飛行機兵士とかコマンドとリポートといろいろ本当に無線機2つでパパ WPTTW ダウンリードケーブルで、あ、じゃあチャーリーチーム、東に、200m 進めて、こっちの方で、あ、コマンド、さっきの戦車が5個ぐらいが来るので、空爆お願いしますみたいな感じ無線機、無線機でもめっちゃ難しいさ。それ今無線機の勉強すると、無線機がゲットするときに絶対こっちのパウチに使えると素晴らしいはずですね。じゃあレビューは大体その感じですよね。カバン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 がつけたら、
このクリップがあるけど、それはパッディングの上からあまり問題にならないですよね。それでカバーもめっちゃでっかいカバンでもこのストラップとかいろいろ邪魔にならないですよね。めっちゃ素晴らしい、使いやすいの感じるですね。まだカカカカン、パチンもできるですね。じゃあ今日このレビューはそのままで、このマジックテープがやっぱり GP パウチにマジックテープの方がめっちゃ広いからといっぱい物が入ってるならあまりマジックテープの方が使えないから、みんなが大好きのパウチ、サカモワックスの型のパウチをサカモワックスのこっちにパウチに入れたらいいんじゃないか。めっちゃ素晴らしい感じる。じゃあレビューは大体そのままで、なんとか質問があればとかもっと特別みたいなことあれば、コメントしてできるのチャンスが出たらまたビデオを作るとか、それでコメントの答えでもできますよね。じゃあ皆さん今日はそのままでビデオ見たありがとうございましたいつも通り登録者もありがとうですね。超いい感じと、もっと頑張る気が出るのために大きいとなんか番号が見たら、でも小さい番号でももっとコメントがやりやすい気も、どっちでもいいさ、どっちでもいい、本当にありがとうね。ジェミさんお疲れ様です。これは次のサバゲに使えるかな。もっと次のサバゲになれば、もしチャンスあれば、そのよくモテるの騎士のヘルメットでも中にはゴーグルつけたら安全じゃない。さあ騎士のヘルメットでサバゲームやったら楽しそうけど、じゃあ皆さんお疲れ様です。今度にサバゲ会いましょうか。